大阪市立大隅東小学校は、大阪府大阪市東淀川区にある公立小学校。明治時代初期に開設された小学校を起源とする。かつては大阪市立大隅小学校の名称だったが、1980年に大隅東小学校、大隅西小学校の2校に分離している。同一校が2校に分離した歴史から、校歌は大隅西。 大隅東の2校で同一のものを用いている。1873年に西成郡第四区三番小学校として西成郡大道村に設置された。大道小学校と称した後、近隣の美保寺小学校と江口小学校を合併し、地域の故障を取った乳牛巻人城小学校へと改称している。1926年には、 大阪市大住人上小学校へと改称した。また1927年には東淀川区西大道町450番地へ移転した。国民学校令により1941年4月1日付で大阪市大住国民学校へ改称した。太平洋戦争の選挙区悪化により大阪市など大都市の国民学校児童に対して1944年 以降の学童疎開が指示された。縁故疎開に頼れない児童については、学校単位での集団疎開が実施されることになり、疎開先の府県は、各行政区ごとに指定された。東淀川区の国民学校には、大阪府北摂方面が疎開先として割り当てられ、大隅国民学校の児童は、三島郡の山間部、宮山村及び整形村へと疎開した。 1947年の学生改革により、大阪市立大隅小学校と称した。地域は1950年代以降宅地化が進み、児童数が増加したために、周辺で相次いで小学校が開校した。これに伴い校区を縮小している。1958年には、板舎の地区に板舎の文校を開設し、翌1959年に、 大阪市立板鷹の小学校として独立開校した。また、板鷹の小学校分離直後の1959年には、大喜利地区に大喜利分校を設置し、5年後の1964年に、大阪市立大喜利小学校として独立開校した。1973年には、現在地に移転している。 また1973年には大阪市立豊か新小学校の開校に伴い、従来の校区の一部を豊か新小学校校区へ編入している。児童数の増加により、1977年には移転前の旧学校敷地に分校を開設した。分校は1980年に大阪市立大隅西小学校として独立校となった。大隅西小学校開設と同時に、 旧本校は大隅東小学校へと解消している。ありがとうございます。